レイダリオはアメリカ合衆国の投資家、ヘッジファンドマネージャーである。1971年にヘッジファンドのブリッジウォーターアソシエーツをニューヨークで創業し、2013年には世界最大のヘッジファンドとなった。同ヘッジファンドは2021年現在で1000億ドル以上の運用資産を有する。リスクパリティ、為替オーバーレイポータブルアルファグローバルインフレ。 連動債運用など資産運用における革新的手法の提唱者である。ダリオはジャズミュージシャンの子としてニューヨークに生まれ、ロングアイランド大学の CW ポストカレッジを卒業し、1973年にハーバードビジネススクールで MBA を取得した。2017年に出版した書籍プリンシプルズ人生と仕事の原則は、 ニューヨークタイムズのベストセラーリストに取り上げられた。ダリオは、ジャズミュージシャンのマリノ・ダリオと、専業主婦のアン・ダリオの一人息子として、ニューヨーク州クイーンズ区のジャクソン・ハイツ近郊の中流家庭で生まれた。幼少期から芝刈り雪かき、新聞配達といった仕事を経験し、12歳で、徒歩県内のゴルフ場で、キャディの仕事を始めた。キャディの顧客であった、ジョージ・リーブは、 ダリオをパークアベニューの自宅へディナーと集会に招いた。リーブの子は自身がトレーダーを務めるウォール街のトレーディングファームでの仕事をダリオに与えた。ダリオはキャディで稼いだお金で株式投資を始めた。ノースイーストエアライン社の株式を300ドルで購入し破綻寸前だった同社が他社に買収されるに伴って資金を3倍にした。高校へ入学する頃には 数千ドル規模のポートフォリオを保有していた。ダリオンの高校時代の成績は、まずまずだった。暗記を嫌い、学校で習うことに、興味や意義を感じなかったためである。それゆえ、大学選びに苦労したものの、ロングアイランド大学の CW ポストカレッジに入学した。大学では、関心のあることを学べること、現在も続ける瞑想によって名晰に創造性を、 発揮できるようになったことで、ほぼオール A に相当する優秀な学業成績を収めるようになる。大学入学後も株式のトレードを続けていたが、クラスメイトのベトナム機関兵から教わった商品先物取引にも惹かれるようになった。当時は商品先物取引に要する証拠金が安かったため、レバレッジをかけて株式よりも華麗に設けられると考えたためである。 ロングアイランド大学を卒業した後は、ハーバードビジネススクールに進学した。ロングアイランド大学卒業後に自由時間ができた、ダリオは、ニューヨーク証券取引所で仕事を得た。その間にニクソンショックを経験している。翌年の夏、ハーバードビジネススクール1年生のダリオと、その友人は、後にブリッジウォーターアソシエーツとなる、商品取引を担う、小さな会社を起業した。 当時の彼らは経験に欠けていたため利益はわずかだった。商品取引の経験は大いに役に立つことになる。後にインフレ抑制のための利上げにより株価が下落したことでウォール街の投資家たちはインフレヘッジにもなる商品の取引に目を向けたためである。ハーバードビジネススクールを卒業後、ダリオはメルルリンチのインターンとして商品、先物関連業務に従事し、 ドミニクドミニクの商品部門ディレクターを経て、後にシティグループを立ち上げたことで有名な、サンフォードワイルが経営するシェアソンで商品先物、および金融先物のヘッジ業務を担当した。この頃、スペイン出身の女性と結婚している。シェアソンでは、牧場主や穀物生産者などの農家に対して、主に先物を使ったリスクヘッジの方法を提案することを仕事としていた。 しかし、ダリオは、初等教育を思わせる、シェアソンの階層構造に馴染むことができなかった。1971年の大晦日、上司や同僚と飲みに行った際、酔っ払ったダリオは意見の合わない上司の顔を殴ってしまった。ダリオはすぐに解雇されてしまったものの、当時関わっていた顧客やブローカーの信頼を有しており、引き続き彼のアドバイスを受けたいと申し出たことから、 ブリッジウォーターアソシエーツを設立することになる。ブリッジウォーターアソシエーツは、1975年に、レーダリオによって設立されたアメリカ合衆国のヘッジファンドである。インフレーション、為替、国内総生産などの経済動向に基づく、グローバル、マクロ運用を専門とし、ピュア,アルファ、オールウェザー、ピュア,アルファ、メジャーマーケットの三つのファンドを提供する。また、 デイリー・オブザベーションズとして発行するホワイトペーパーは世界中の投資家に購読されている。1996年にはリスクパリティを提唱した。1981年に本社をニューヨークからコネチカット州ウェストポートに移転し、現在1000人以上の従業員を要する。2021年3月時点での運用資産は約1400億ドルである。 2013年には世界最大のヘッジファンドとなったことから、レーダリオはヘッジファンド界の帝王とも呼ばれている洋出店。運用スタイルは最小リスクで最大の利回りを目指すというもので、2008年のリーマンショックの際もプラスの運用成績で乗り切っている洋出店。その運用の安全性からカルパーズなどの大手基金からも資金を集めている。 ブリッジウォーターの運用スタイルは、市場全体の動きとは乖離したプラスのリターンを上げる、アルファ戦略をとっており、市場平均に対してより多くのリターンを稼ぎ出さなければ、ヘッジファンドを活用するメリットはないと断言している、要出展。近年は後継期だった2015年から2017年に合計13%となっており、市場平均をアンダーパフォームしている。 どのような市況環境であっても安定的な成績を出すオールウェザー型のポートフォリオを蘇生しておりリーマンショック等の不況時に底堅さを見せるブリッジウォーターアソシエーツは1989年に機関ファンドであるピュアアルファを設立した当該ファンドは多様なアセットクラスから構成される分散したアルファ源とされる2019年までの20年間で 年次損失を出したのはわずか3年であり、年率平均リターンは12%であった。1966年に開始したオールウェザーは、低い成果報酬、グローバルインフレ連動債運用、グローバル債券投資を売りにする。当該ファンドの目的は、市場平均を上回る高いリスク調整後リターンを生み出すことである。ダリオは経済に対して、 対応以下の通りの考えを抱いている。経済はシンプルな活動の集積である。人、会社、政府機関の信用による借金が経済を拡大させる。ただし、信用による支出が拡大しすぎると、バブルが発生し、金融危機を招く。このような経済感覚の影響もあり、ダリオが率いるブリッジウォーターアソシエーツは、投資対象の54%を武王。 イムヌという新興国株式を網羅する2つの ETF だけに絞るという新興国に強気なポートフォリオを構築している。また、ブリッジウォーターアソシエーツは国別株式としてブラジル株式 ETF、韓国株式 ETF を組み入れており、これら ETF の合計はポートフォリオ全体の84%に達している。2017年3月、 ダリオはポピュリズムについて81ページにわたるレポートを取りまとめた。その中でダリオはイギリス、アメリカ、イタリア、フィリピンなどのポピュリズムが台頭している国では少なくとも2018年3月頃までは経済に対して金融、財政政策よりもポピュリズムの動きが強い影響力を持つとの見方を示した。加えて同レポートではアドルフ・ヒトラーなど 過去に存在した14人のポピュリスト型指導者についての分析も行っている。さらにレポート公表時点でアメリカ合衆国大統領を務めているドナルド・トランプについてポピュリストと捉えているが彼については答えよりも疑問の方が多く他のケースをもとにトランプ氏がより典型的な道をたどるのかそれとも大きく逸れるのか分析を進めているとも述べており ポピュリズムについてダリオが強い関心を抱いている。また、このレポートの公表に先立って、ダリオはポピュリズム指数を開発するなどしている。ブオ・イムヌが投資対象とする国々はほぼ同じであり、両者の異なる点は次の通りである。ブオの方は、連動を目指す、ふっついエマージングマーケッツオールキャップインデックスの投資対象には中国営株を 投資対象に組み入れているのに対し韓国市場は組み入れていない。他方、イムヌの投資対象には韓国市場を組み入れられていない一方、中国 A 株を含まない。その理由として、ダリオは経済情勢を形作る上でのポピュリズムの役割は、伝統的な金融、財政政策よりもおそらく強いと我々は考えているとした上で、 現在政権を握るポピュリストらがどの程度典型的なポピュリストになるのかを示唆し、また今後の選挙であとどれだけのポピュリストが政権入りするかが決まる中で今後1年程度でさらに多くのことがわかるだろうとレポートに記載している。ありがとうございます。